先手を奪ったのは草津でした。立ち上がり前半の4分、左サイドのクロス、今日も精度の高いクロスを放り込んでいた島田、クロスから徳良のヘッド、打点の高いヘッドでしたね。いいシュートでしたね。そうですね、しっかり抑えてですね、今日スタメンの起用にいきなり応えました徳良です。今度は広島前半の16分に追いついてきます。今日もツーシャドウの一角の高萩がミドルを打って同点ゴール。これもよくコントロールできていました、はい、追いついた広島1対1です。前半は1対1でしたが、後半の折り返し、後半の7分、この佐藤がこの位置ペナルティエリア内でファールを受けて PK となります。そして蹴ったのが牧野、久しぶりのゴールを決めてまず1点目、はい、この段階で広島勝ち越します2対1。ところが鳥塚を投入して植木監督、その代わった鳥塚が難しいシュートを決めましたね。そう、難しいシュートでしたね。これ本当に抑えを利かしてですね、コースをつきましたよね。36歳が植木監督の期待に応えました鳥塚です。さらに後半の22分、今度も草津、このボールをまた徳良のヘッド、これもいいクロスが入って徳良へ、はい、いいクロスが入ってですね、ディフェンスの裏に消える動きでですね、マーク外したんですよね。2年前のアシストを島田から徳良のホットラインでした。で、後がなかった広島なんですが、この終盤に来てこの1回ポストを叩いたボールを牧野が押し込んでアディショナルタイムのゴール、89分、同点に追いつきます。牧野はパワープレー上がってきていました、はい、もう本当に時間がなくなった。ここ森脇が出して、そしてもらって自らシュート、はい、終盤のゴール、今日のヒーロー。難しいシュートなんですけどね、よく決めましたよね。これが決勝ゴール。途中変わっていた高萩も抱き合って喜んでいました。